さあ皆さん、法政大学行ってみたいと思います。今日の聴聞全体像はこちらで、合計13問あるんですが、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、視聴者の皆さんご覧いただけないので、空小10問題特化していってみたいと思います。で、一方、内容1問題は別の動画で対策図っておりますので、そちらも参考になさってくださいね。では一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まず第1段落でございます。で、皆さん、まずは空小 A ですが、皆さん A から始まって空小は8個。で、選択肢も8個。それを前提に、まずは空欄 A に入れるもの、1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。すみません、スケボーでございますが、まずはソビエトで始まった。で、その後、遠くにある西洋の国々。で、なおかつ、メッセが空所に左側ですが、メッセエキゾチック。そうです。外国の新しいスポーツのトレンド。それをメディアが紹介してるんですね。ですから、おそらくソビエトで始まったスケボーが、遠くにある西洋諸国で広がっていると。で、なおかつ、メッセこれ空所の右側、スルー。うにゃうにゃ銃。つまり西洋諸国至るところに広がってるんでしょうね。ですから広がっていて、なおかつ through、 これとつながってくれるものと言われたら、そうです、正解はスイープですよね。一掃する、急に広がってる様子、スイープでございます。もちろん8問ある中でまだ1問目なので、パッと分かんなければ一旦保留。試験中だったらそうでもいいんですが、YouTube でございますので、顔面の都合上先にもう決めておきますね。ですが、正解は H ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございますが、ここには設問が絡んでいないので、まずは一読だけお願いいたします。さあ皆さん、続いての段落でございます。まずは空欄 B、 選択肢こちらから検討をお願いします。さあ皆さん、まずは空所の左側でございますが、スケートボード、スケボーに皆さん興味を抱いている様子が伺えますね。で、あと皆さん、そのスケボーを楽しむことと空所の右側、仕事との関係性。それを考えると皆さん選べそうですね。で、もちろんスケボーと仕事は両立できませんからね。ですから選択肢の F、スキップ。そうです。仕事をスキップする。まあ仕事をやってる場合じゃないんでしょうね。で、仕事を横に置いといて皆さんスケボーを楽しむと。関係性バッチリでございますので、正解は F ということでよろしいかと思います。さあ、続いて皆さん、空欄 C の検討をお願いします。皆さん、これは空所の右側、オフとセットで熟語が成り立ってますよね。もちろん目的は技術ということもヒントになっているかと思います。となってくると、E のショウ。そうです、ショウオフ。うにゃうにゃを見せる。まあ、技術を見せびらかすんでしょうね。ですから、熟語の知識で正解は E ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、次の段落、空欄 D なんですが、これがですね、なかなか一つに決まらないですね。なので、私が自分でやった時は一旦保留ということで、次の問題へ進みました。一方、皆さんいけるかもしれませんので、一応念のため、検討をお願いします。おそらく選択肢 A か B のどっちかになってるんじゃないかな、そんな感じがいたします。ただなかなかちょっと決め手に欠けるかと思いますので、次の段落へ行きますね。それでは続いての段落でございますが、ここには設問がないので、一読だけお願いいたします。それでは続いての段落も設問がないので、一読だけお願いいたします。さあ皆さん、最終段落でございます。皆さん、この段落もちょっと長いので、まずは全体像を把握していただくために、一読だけお願いいたします。さあ皆さん、まず上からいきますね。問いの E、こちらの検討からお願いいたします。さあ皆さん、ヒントになりそうなところ、ちょっと皆さん線を引っ張ってみました。まずは空所の左側、歩道で点々点。で、もちろんそれはスケートボードに乗る人の話ですね。で、なおかつ乗ってるスタイル。ですから、スケートボードに乗ってるイメージをお持ちいただけますと、皆さん、これいけそうですよね。そうです。G のサーフィン。そうです。波乗りのように皆さん、スケートボードに乗るわけですから、正解は G ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどの段落の後半部分でございます。続いて空欄 F、検討をお願いします。さあ皆さん、これは空所の右側の Together。これとセットで使えるものと言われたら、皆さん、あれが見つかりますよね。そうです。選択肢の D の put。皆さん、put together。まあ、これ、空所の右側に皆さん、スケートボードの美術館、博物館。まあ、そういうものを一緒に作り上げる。まとめ上げる。
意味の用事もバッチリでございますので、正解は D ということでよろしいかと思います。それでは続きまして、空欄字検討をお願いします。まずこれは空詞の左側、主語が時間になっているのが皆さん最大のヒントですね。そうです、時間は過ぎゆくものでございますので Pass ですから、正解は C ということでよろしいかと思います。そしたらラストでございます。空所 H の検討をお願いします。そしたらこれ空所の左側がヒントになりますよね。私はその展示品を全員に見てもらいたいと。全員にオープンにしたいんですね。で、それはなぜかと言われたら、皆さんスケートボードに乗ってた人たち。で、若い世代の人たちですね。で、その人たちにとってスケートボードが皆さん魅力的だからですよね。ですから皆さんに知ってもらいたい。ですから意味内容上バッチリでございますので、正解は B ということでよろしいかと思います。すみません、先ほど保留にしていた段落に戻ってきました。で、この空欄 D で残っている選択肢は3、ブラッサン、まあ多分これになるんでしょうけど、念のため検討をお願いします。皆さん、まず大前提として映画の中での話ですからね。皆さん、その映画の中でソビエトのスケーター、その人たちが皆さん part ということですから、皆さん一部で、何の一部かと言われたら、皆さん、シーンの一部。まあ、出演している様子ですよね。で、皆さん、それでブラッサム入れていただきますと、花が開いている。開花している。なんか華やかな様子でしょうね。ですから、意味内容上バッチリでございますので、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。空小十問題、改めて振り返ってみたいと思います。で、この空小十問題を得点源にするためには、皆さん、ポイントは2つあるんですね。で、かっこ一番知識問題。まあ、例えば、うにゃうにゃ見せびらかすという勝負。皆さん、これ問われてましたね。ですから、今回熟語を例に出しました。皆さん、単語とか熟語、文法。そのあたりの知識が英語の長文を通して聞かれるんですよね。ですから、地道にコツコツ頑張りましょう。で、一方、知識では解けない問題。それが括弧2番の内容把握問題。で、まあ、これもですね、まあ、ちょっと闇雲に読んで解こうとするよりかは、意識していただきたい点ですね。これ皆さん、知っておくと効率よくなるかと思います。で、まずは括弧 R ですね。皆さん、先ほどスケボーを楽しむ。ということは、仕事はできない。で、スキピンが正解でしたね。で、なぜこの判断に至ったかということなんですが、スケボーを楽しむというプラスの概念。で、もう仕事はできないというマイナスの概念。そうです。反対。つまり、対比関係ですね。この対比の関係性がちゃんと見抜けているかどうか。これが結構聞かれますからね。で、一方 E の方でございますが、皆さん、スケボーはソビエトで始まりました。で、その後、西洋諸国に広がりましたよ。で、その広がった様子から皆さん、スイーピンが正解。ですが、一体何が起こってるんですかということですが、場所の変化、空間的な変化が起こってるんですね。もちろん今回は空間のお話でございますが、ごめんなさい、これ時間の変化だったりもいたします。ですから、空小十問題、まあもちろん他の問題なんかもそうなんですが、この対比という概念と変化という視点、これは皆さんヒントをくれて、皆さん合格につながっていきますので、改めて意識して明日からも頑張っていただけると嬉しいかと思います。